読んできたところはですね、この冒頭の十方仏土中は法華の由意もない、これがまあ大切な文章。この十方仏土中法華の由意もないから始まってですね、この前読んできたところは法華経それ自身における登場者、そのあれ文殊釈迦普賢弥勒、そういう人たちね、そういう人たちをこう踊らせてですね、しかしみんな十方仏土中のことすべて法華経の綾模様ですね。で法華っていうのは法が花咲くっていうことだから、要するに法が花咲く様子だとして述べてきた。ほら今度これからのはね、最天竺東進山に至るまで至る十方仏土集内っていうんだね。今度舞台はインドから中国に移るわ。そして時代も、33代経って、そして大観延王禅師の話になるわけですね。しかしこれらも十方仏土宗のこと、唯物一乗法だということですね。でまあ今日の話はだから延王禅師の話になってくる。ここでね、私がいつもこれ、繰り返し言うのは、この未読会でね、お話ししたいのは、何も仏教の正法眼蔵の、その文字の学問的意味を話そうと思ってんじゃないか、どうせね。で、またこの今、法華天目家っていうと、法華経が取り上げられてるけれど、この法華経の、文字の学問的わけを言うっていうね、そんなのはまあ学者がやってくれる。で私はそうじゃない。それでどこまでもね、この正法眼蔵がまあこの場合法華経も含めてだ。この私がどう味わうかっていうね、そういう話をしてるわけ。でっていうのはね。これもまあいつも言うけれど、大体日本仏教ってもね、これ私は缶詰仏教だと思う。まあこれ繰り返してそういう話するのは、大体みんながね、仏教に対するとき、仏教ってものはそういう缶詰のもんじゃなきゃいけないんだと思う人が多すぎるからだ。例えばね、まあ私が、あれですね、どっかで講演でもする場合ね、まあ私の話はいやこれ私っていうより沢木浩氏がこの講演してるの、まあ私もついてって聞いてるとするね。そうすると沢木浩氏は平言葉で喋ってる時にはね、みんなもうぼーっとしても笑って面白がって聞いてるぐらいだ。ところがそこへ仏教用がちょっと出てくると急いでこれ書いてるんだね。あいつね、いかに日本人が仏教用語をありがたがってるか。ところがね、このその保証に日本仏教っていうのは、だいたいお経そのものからして漢訳経典使ってるでしょ。それで日本語の自分たちが使う言葉で訳した覚えがないんだ。そしてだからそのお経を解説する、解説本まで仏教用語っていうね、その漢字の用語で、それでこれも自分の言葉で表現することなしに来てるっていう。だからね、つまり漢訳っていう缶詰ね、それだけであっち
ちやってる、こっちやってる、こうやってるわけね。それはね、その缶詰っていうのはね、その保存が効くわ。そのまんま何年経っても同じくなるから。それでその運搬には便利だ。あっち持ってってもこっち持ってっても缶詰は缶詰だ。しかしね、その缶詰の中身がどういう味だか味わったことだし、食べないんだからこの俺の腹が含めて膨れるわけじゃなしということね。これはバカなことだと思うんだ。でまあ、ね、よくもまあね、日本仏教っていうの、日本仏教が入ってからもう千何百年で経ってるわけだ。それだけでことを済ましてきたっていうことね。それでそれをに対して不思議と思わないでみんな坊主がいるんだから、だから不思議だよ。でそれを仏教っていうものはそういうもんじゃないんだっていうこと、そのまず初めからこれ自分の話なんだっていうことね。の今読んだところにもあれでしょ、今の、139ページの下の段のこの左から4行目の「何時今まさに真図でし仏の知見とはただ何時が自身なり」って書いてある。結局ね、仏さんのことっていうのはね、まず何時が自身だ。俺この自身の心っていうのはね、一心一体法、一体法一心の心、これまあ即身是仏の巻というのを去年もすでに読んだけれど、即身是仏の巻に昇殿しきかれる心というは一心一体法一体法一心の心ないというのは出てた。結局あの仏教でもって心という言葉という場合ね、いわゆる我々が今使っている心理学的心心じゃないんだ。そうじゃなくて私の心というのを言うと、もうそれが一切法だ。一切法というのはあらゆるものだから、あらゆるものがまた私のこれ心というんだけど、だから心というのは当たらない、ね、生命というのがいう言葉で私は言う。それでそういうだからどこまでもね、仏教の話は私の生命の話、こうそういう態度で聞いていただきたいわけね。ところがね、日本人ってやつはね、この権威に弱いじゃない、大体ね。これだから仏教が入ってきた時代、仏教とはありがたいし尊い宗教だってこういう評判が立つと、そうすると何から何までありがたくなる。それでさ、その高いんだか分かんないの、とにかく俺が悪いからだっていう、そういう、まあ、これ謙遜とは言えないね、卑屈なんだね要するに分かんないのは俺が悪いんだと思うんだ。でそしてそのいわゆる缶詰のね、外側に綺麗な絵が描いてあると、こんな美しいと思うんだ。だからその、の缶詰のところに何か甲の書きが描いてあると、それ読んで、あ、これは美味しいって書いた、だから美味しいって、まあ、それであがたがんだから、まあ、世話だじゃん。それでね、それまあそれも結構だけれど、これところがその同じ精神が今度はあの西欧文明が入ってくるでしょ、と今度西欧文明に暗示はかけ替えられるわけだ。そして、まあ、西欧文明こそありがたいんですよね。またすぐボロッと変わって、
もう仏教は過去の宗教、こういうふうに言う。なるほど、過去の宗教も何もクソもあったもんじゃない。大体俺と関係はない。缶詰でだけ運搬しただけの話だ。そういうバカな話なんだね。で、それに対してね、今、仏法として大切なのは、今言う、汝が自身なんだ。この、自分の生命の、自分の生命の実物の話が仏法というもんなんだということね。それが大切なんだ。で、だから、正行現像も、それから法華経も、自分の生命の実物が書いてあるんだ。そういうつもりで、自分が本当に味わっていきたい。これが私の話だ。ところでね、その場合、私がどう味わうかっていう話になると、ちょっと間違いやすいのは、私の主観的考えでどう解釈するかって、そういう話になる。それじゃあね、妄想っていうんだ。で、今、妄想の話でやっちゃうわけ。で、本当の自分の生命の実物として受け取るっていうのはどういうことか。そういう自分の主観的考えをとにかく手放して、手放すことっていうことがまさに実物だってことだ。それで、ということはどういうことかというと、あらゆる主観的考えをやめた生命の実物として学ぶということは、頭の手放しの座禅から、その仏教経典も見なきゃならないし、正法現像も見なきゃならないということね。で、その点に沢木老師は、一切経は、一切経というのはあらゆるお経ですね。一切経は座禅の着中であるって名言だと思ったね。それで私、それで、とにかく座禅して、そして座禅でお経を読むっていう。それから、お経を読んで、自分の座禅の姿勢を正すということ。これが大切だ。要するに一切経は座禅の脚注なんだから、注釈本なんだから。で、そういうことで、まあ、そういうつもりをで、いつも私はこの未読会でお話しするんだって、このだから、まあ、聞いてくださる皆さんの態度がそこへこういつもあれしていただかなきゃならないから、だから時々繰り返す。この話はね、ところでね、その今言うその生命の実物っていうのは、これどういうもんか、これそう簡単にね、生命の実物ってこういうもんって言うことはできないから問題なんだ。この頃、その、まあ私毎度言うけれど、いつも毎日宇治川辺に散歩したり、あの小畑の近所もね、道がたくさん立ってきちゃうの。今まで あれしてるところはみんな、ところがいくら日本人でも川の上には川の土手、川を埋め立ててまで家が建てられる。ざまるよ、負けた。少なくとも川の土手のところを歩いてると、あの大空が広く見えるから、これでまあありがたいと思ってね、もうとにかく土手を往復するのに、いつも空見っぱなしで往復するんだからね。それで、そしてですね、この頃こういう詩を作ったんです。例によって、その下手な仕上がり、こういう青空、早急ですね、青空、水
見つめても見つめても見極めきれないその深さ、明るく透き通っているのに見据えられないその奥行き、雲たちを思いのまま飛ばせながら行き詰まらないその広さ、地上一切までも柔らかく澄んで許しているそのおおらかさ、うと無と分かれる以前の姿で青空はある、ある限りのあるものも全て皆青空のごとくにあるのではないのか、この私自身までも含めて、まあこれが素晴らしい詩であるとは私は言えるというのは、私は詩人じゃないんだからね、その言葉を宣伝していない、まあ思ったまま書いて、ただし私の思想はその点宣伝しきったところの詩だと思ってるんで、まあそういう意味で聞いてください。まあだからね、今こうその今の詩をちょっと一応私自身が解説しますとですね、まあ皆さんもそのこの頃青空が広く見えるとこはあんまりないから、まあ屋上、ビルの屋上へ上がってでもいいや、あるいは郊外に行ってそのでもいいから広い青空を見てもらう、そうするとね、見つめても見つめても見極めきれないその深さ、その深さが本当に深いんだ。それで月と明るく透き通っているのに、これ暗いんじゃない、明るく透き通って、それでも明るく透き通っているのにその見据えられない、これだこう、ね、はっきり見据えることはできない、その奥行きだね、奥行きがそれだけある。そしてですね、雲たちを思いのまま飛ばせながらって、まあ上空白雲の飛ぶを抑えるということがある、雲がもう自由にこう行ったり来たりしている、この雲だってこうこっちからこっちに流れるって決まってないんだからね、そのしょっちゅう見てるとね、時には大空の構造ってどうなってるのかなと思うけど、こういう雲とこういう雲と合うんだから不思議だね、あれでこう行ってあの交差してる、そういうのがあってもそれ大空自身はちっとも行き詰まりを感じない、ね、これが地上の出来事だったら、人間と人間とこうなったらあの交通整理しなくちゃうんだよ、ところが交通整理なんかしなくても行き詰まらない、それだけの広さがある。それから地上一切までも柔らかく包んで許しているそのおおらかさってね、この大空見ていて、この大空のもとにただあの宇治川弁の近辺のあれだけじゃないもの、この京都市内も大空のもとだ、東京市内も大空のもとなら、大阪も大空のもとで、で大空っていう方からこう見てたらね、人間いろんなことやってると思う、ゴルフやってるやつもありゃ、その、カーセックスしてるやつもありゃ、それこそねの借金で逃げ回っているやつもありゃ、その病人抱えてその救急車で飛んでくやつもありゃ、まあいろいろあるからね、そういうのをね、そのただこれ本当に大空ってのは柔らかいねそれ自由にそのただ見てる、それだけの大らかさの大らかさがある。で結局それじゃあそういう青空は私思うのにこれうとうと分かれる以前だと思う、この大空ってあるっていうねとは言えないもん、事実あるのこれってつかめないんだから、それと同時にまたないんじゃない、あるんだから、
で、うというのは、うとむと分かれる以前の姿があるわけですね。で、うとむと分かれる以前の姿で青空はある。ところがまあ青空ってそういうもんだと思って見ると、もう一歩考えると、ある限りのあるものも全て皆青空のごとくにあるのではないのかってね、実際の話よく考えてみたらね、なんだってね、あの青空だけがうとうと分かれる以前の姿であるんじゃなくて、あらゆるものがうとうと分かれる以前の姿でね、それで、あのこれってもう決められない、しかしながらないんじゃないっていうね、そういう姿であるじゃないかってことね。これが実物じゃないですか。それで、そういう私自身までも含めてだ。で、私自身というものはまあそういうものだっていうことだ。私自身がそうだから、またあらゆる存在がそうだ。一心一切法、一切法一心だから。で、この一心一切法、一切法一心ってね。これ一心と一切法と分かれる以前、一切法と一心とまた分かれる以前だ。そういう姿であるのが生命の実物じゃないかってことね。これだからいい日じゃないかな一人で感心してたって、みんなが感心してくれた、頑張れたところが、こういう青空に対してだ。普段我々はね、あっさりで、ね、ああ青空かってそれで言葉で済まして通り過ぎちゃう。それで、それをはっきり見ようともしない。で、いや青空だけ見ないのかっていうと、そうじゃない。これコップって言って、それでもう言葉で通り過ぎちゃってるのね。ところがこのコップだって、こうよく見てみると、これ無限の世界があるんじゃない。おそらくこれ電子顕微鏡でこう見てみたら、これどれだけの広い大きさのものかわからない。ところが電子顕微鏡で見て、全部の何から何までが分かったかというと、分かりっぱな、まだ電子顕微鏡というのは電子を当ててみるんだろう。電子よりもっと細かい世界は電子じゃ見れない。そうするとこれまた無限の奥行きがあるね。で、この前山水経を読んだわけです。この山水経だって山も水もそういう見極められない、山水っていう、うとむと分かれる以前の山水っていう、そういう話なんです。で、つまり山も水も、それからあらゆるものも無限の深さであるんだっていうことね。いや、これあなたのことはよく分かってますって言って、分かるかあれね、あなたの何から何までっていうので、これはもう本当に分からない。で、分かるのは私が私だっていうだけだ。で、その点ね、仏法っていうのはね、そういう無限の深さ、無限の奥行きを持った生命の実物の、実物地盤の話。実物っていうと、そう簡単にあると決められない。しかしそういう実物地盤。だから、そういうのは、見極められないまんま、見据えられないまんま、しかし事実私はそういう地盤で生きている。これがどっちどう転んでもそういう地盤で生きているということが十方仏道中。この仏っていうてね、この仏ってやつ、この仏っていう字を、とうとう日本人はその仏とは何かって究明した覚えがないで来てるんだろう。それこそ仏っ
ていうね、その、簡略用語でことを済ましてるわけです。これ仏っていうのはどういう意味か、いちいちそのところでよく考えてみなきゃ。八大人学の巻には仏とは大人なりっていうのがあったね。大人って大人だ、本当の意味の大人になることが仏だ、こういうことで。ほら今この場合ね、大人という意味にはちょっと当たらないね。そうすると言われるっていうね、これはどういうことかっていうか、まあ私考える、結局こういう生命の実物を生きてる、この生命の実物こそが大事なことって言われるね。この最高価値だ、そういう一番大事なこと、最高価値っていう、そういう価値をね、価値概念を含めて仏っていうんだなと思った。でやはりだから十方仏どちらっていうのは、どっちへどう転んでもこの自己の生命の実物を我々生きてる、これだけが一番大切なんだっていう意味で仏っていう字をつけて仏どちらと、こういうね。で最天陸東神譚に至る十方仏の中大三十三祖大観禅師に至るも、すなわち偶人にせある唯物一情報大。結局ね、舞台がインドから中国に移り、時代が三十三代経て大観江の大師に至っても、仏法である限り唯物一条、すなわち偶人にてある唯物一条法なり。偶人という限り極め尽くすということだからね。そうするとね、結局我々生命の実物、事実生きてる、しかしながらその生命の実物をどこまでも極め尽くそう、こういうことね。それでそれが偶人の意味だ。で生命の実物が生命の実物に向かう、もうそういう生命力がある。生命っていうのはそういう点ね、一つのこう動きがあるんだ。でそういう生命力がある。で生命の実物が生命の実物に行き着こう、こういうこと、ね、それが偶人という。ところでね、なぜ我々ね、生命の実物を生きていながら、しかもなお改めて生命の実物に向かって生きようとするかと、これが問題だ。ところがね、これ道元禅師もこの子供の頃に出家されて、そしてその初めてその持たれた疑いがこれだったらしいね。我々生命の実物生きていながら、どうして生命の実物に向かって狙ってその修行しなきゃならないのかちょっと考えられたんですかね。これまあ健全記によると、その賢密二教ともに本来本没性天然理想者、これまあ、結局今私の言う生命の実物を生きてるんだ。賢密二教、これは賢妙二教ですね。このあらゆるお経に共に本来本没性天然自性心と断ず
あのどこにもそう書いてある。もし格のごとくならば、すなわち三世諸仏何によってか、さらに発心し菩提を求むるやそういうその問いを持たれたんだね。それで比叡山のあのいわゆる義宿が、まあ、偉い坊さんたち、偉いと言われている坊さんたちにみんな聞いた。そしたら、ところがそういう偉い坊さんたち誰も答えてはくれなかったっていう話、これはまあ有名な話だ。ところがこれ、その後そういう話がまあ出てるわけだけど、ではその本来本法師匠天然寺昇進三世諸仏何によってさらに発心修行するやっていうね、それの答えは出ていないまま、今日はあのそういう話、あの道元禅師の日はこうであったのね、それでみんなあれしたんだけれど誰も答えてくれなかったっていう道元禅師の伝記の中にはそう出てるんだけど、それじゃあこの本来本法師匠天然寺昇進なんだけど三世諸仏さらになぜ発心修行するかっていう答えの話はどうのあの、あれにも本にも出ていないの。それが日本人。それで、ね、日本人ってやつはバカなやつで、これあのそうか、あの道元禅師がそのそういう疑問を持たれたが、俺もそのそういう疑問を持ってどうしてですかってもう言わなきゃならない。ところが道元禅師がそう、しかし俺はそれは問題だ大体の問題に取り上げていない、しかしこれは 重大な問題だ、重大ってこれが生命の在り方なんだから。それでね、まあこれ私なりにね、我々本当に生命の実物生きていながら、しかしなお生命の実物に向かってなお生きようっていう、それはどういうことかっていうね、それを私なりにあの今お話ししてみようと思う。大体ね、私はまあ妙な発想法の男だと思えば、自分でもね、この前もこの秋安泰寺からね新米ができました。それで一票4とかね、その届けてくれた、これありがたいって言われて、安泰寺の米やっぱり美味しいもんで、この愛さんだけど、ご飯の香りが違うね。で新米はで美味しいなって、しかしながらそうするとこの大体その時に考えたのはね、大体我々米粒をいっぺんにどのくらい食うもんかなって最初疑問を持ったんだからね。それでね、このそれで数えることができた。で大体ね4トンで、これ昔の米だらね、4トンで持って、16貫っていうのが、まあ、昔から決まってる。そうすると4トンで16貫だから1トンで4貫じゃない、だから4貫ということは15キロ、1トンで15キロね。そうすると一升でその1キロ半、つまり1500グラム。それで1合じゃ150グラム。で1尺じゃ15グラム。まあ1尺ぐらいは数えられるってわけでね。そのお薬測る子、天秤があるでしょ。あれで正確に15グラムあれしてですね。そしてそれをこう数えてみたいな、ね、そしたらばね、730粒あった。
お米の数が730ですよ。で、大体我々いっぺんにいくら食うか、あれですね、宮沢賢治のあれによると1日4合の玄米があって言うけれどもね、4合はまあ働いてる人、体いつもね動かしてる人は4合を食うだろうけど、我々4合は食えない普通。まあいっぺんに私5合を食ったこともあるから卵の汁でね、うん、いっぺんによいどんってことみんなでシャーッと食べてた時、ある時は4合2升5合を5人で食べてたまあ、5合ぐらい食ってある。でも普通には1合だと思う。そう、1尺で730坪だから1合で大体こんなもんですね。7300坪、あんまり食えないもん。それでそうしてみるとだね、東京都の人口は1000万でしょ。で、東京都の人々全部ね、あれ米粒に見立ててた。それで、東京の連中みんな米粒ですよ。それを食べたとして幾日ぐらい食えるかって割ってみたらね、大体1370食分があるね。1370食、そしてね、これは、まあ、その456日分、1日 3遍食べたとしてね、そしてそということは1年3ヶ月っていうの、東京都の人が全部米粒だったとしてですよ。それで東京都の人をみんな食べたとして、これ1年3ヶ月っていうの。そして今度は日本の人口っていうのね、1億だから、これをね全部また米粒に見立ててどのくらい食いつなげるか、で考えてみると、計算してみると12年6ヶ月くらい。そうすると今度地球上の人口っていうのはね40億でしょ。40億としてだ、こういう地球上の人口全部米粒に見立てて、それどれくらい食えるかっていうと、結局12年半を40倍するわけだからね、500年くらい。随分地球上の人口って多いわけだ。たくさんあるね。つまりだから我々が今この地球上の人間の一人として生きてるっていうことは、500年食いつなげるそのお米ね、それをまあ米蔵に入れたとした、その米蔵にまあいっぱい入ってる、それの中の俺は一粒でしかないってことなんだね。そうしてみると自分がいかにその40億分の1っていうのはちっちゃいかっていうのは分かるでしょ。そしてね、これあれだもの、統計学上から言うとね、100万分の1はねもう無視してもいい数字だっちゃう。統計とってね、100万分の1っていう程度は。ところが40億としたら、それその40回もね無視していいんだから、そうするとね、俺ってやつは地球上の人類の中にいる俺ってやつはね、もう全く5組の5組だね。しかも地球上は人類だけじゃないんだ、あらゆる動物、あらゆる植物、あらゆるものというのがたくさんあるんだね。だからそういうもののうちの一つって言ったら、もう本当に無視してもいいものでしかない。しかもこの地球っていうものそのものが、この天体から言ったらね、
それまた5組の5組でしかないらしいもん。私が調べたんじゃないからよくわからないけど、そう書いてある。そうするとね、一体その私が簡単にいつも1歳分の1って言って、1歳分の1の自分ってこういつも言うでしょ。1歳分の1って私も簡単に言うけれど、その1歳分の1っていうのは一体どの程度のものかっていうのをね、こうありありとこう分かるために米粒も数えてるそうするとね、1歳分の1っていうのはそれが俺でしかない。そうするとそんなにね、俺俺って言って、ね、威張る、あれはないんだね。それでこの結局1歳分の1の自分としては全くね、孤独で、これもう1歳がそのもう限りのない存在としてあるでしょ。その中のほんの米粒一つって言うけど、その米粒がもう全くあれなんだから、ちっちゃい5組なんだからね。そうするとまあ孤独であるのは当たり前だと思う。そしていつでもね、うろうろしてあれかこれか、どういう生き方するかって、あれかこれかって思い迷って、どちらにしようかっつってね、そのいつでも選択に迫られながら生きてんだから、1歳分の1の私は。だからこれ途方に暮れてるっていうことは、途方に暮れるのが当たり前だっていうことはよくわかるね、自分っていうのはね。要するにあれかこれかどちらにしようかっつってね、いつもは私は途方に暮れながら生きてんだ。ところが同時にね、今1歳分の1人の私なんだけれど、今も言うように一心一歳法、一歳法一心、それが自身なんだからね、これ自分の生命なんだ。頭で考えると1歳分の1だ。ところが生命の実物としては一心一歳法、一歳法一心、事実としてだね、私が生きていればこそあらゆるものはある。それで私はあらゆるものを体験する、生命体験することにおいて生きてるんだから、そうすると私の生命っていうのはあらゆる存在と同時にあるわけだよね。そうなってくると、それがまあ私がいつも言う自己は一である、自己は一であるということは一歳分の一歳だと、こういうことでしょ。この一歳分の一歳としての自己意でもあるってことね。頭で考えれば一歳分の一なんだけれど、事実として生きてる人間はこのどっちへどう転んでも一歳分の一歳で生きてるんだ、こういうこと。そういうね、いわば二つの極があるね。結局事故っていうのはこれ極です。この両極だ。一歳分の一であると同時に一歳分の一歳、ね、両極、これをもっとこうね、とにかく我々こうして生きてるってことは、その両極をこそって自分の中に入れて生きてるってこと。それでね、ところが我々だから時々それが分裂するね。酒でも飲んだ時はね、もうそれこそ天下取ったんだ。それで、俺が一番偉くなっちゃってさ、どっちどう転んでもって言って、どうせ俺はどっちどう転んでも俺なんだ言って言ってるやん。ところが一旦ね、失敗でもして、そしてあるいは絶望したりっていうの、
これはもうナメクジに塩をかけたりこんまーくなっちゃってそれでもうどうしていいか分かんない。これ大体人間っていうのだからそういう両極持って生きてんだからね、うん、お金少なからみんな躁うつ病の怪我あるねまあどっちでも転んでもっていうところと全くもう途方に暮れてるっていうね、俺はダメなんだって言ってあのこんまくなっちゃう。その両極がそれでね、ところが大体このそういう両極を自分の中に入れて生きてんだけど、普通はね、その辺適当に一つの両極をこう団子にしてた。それで1歳分の1を主人公にして、そしてまあ、主観的我を作るね。要するに主観的我、この主観的我っていうのは大体俺が主人公、そして周りにあるものはみんな俺の奴隷だみんなそう思ってんだ。そして俺らの方へ近いほど大きく見える、遠いほどその小さく見える、そういう視点がある。でね、結局の話、そういう主観的我っていうのはまあそういうもんだと思って、その主観的我、これを露骨に表すとね、またそのよその主観的我がいるからね、他人が、そうするとそれは許さない。まあ早い話が、まあ私ざっと前だけれどそういう文章書いたことあるね、あの自己っていう本あたりの頃、一つの会社って言うと、その社長さんがこれ会社の中で主人公だって思ってるのはまあ、当然だ。しかしながらこれ重役さんも俺が主人公だ、それで社長をいかに蹴落として俺が社長になるかって、そういう視点から見てるんだから、社長も何俺の奴隷でしかないもん。あんま部長の人もそうだろうし、課長の人もそうだろうし、班長もそうだろうし、平社員もそうだろうし、みんな自分の視点から見てるね。いかに俺がその偉くなるか、俺のためにみんなあるの。例えば平社員でも社長も俺のためにある、重役も俺のためにある、そして課長も班長もあれ同僚もみんな俺のためにある、こういう考え方してた。それが主観的悪い。いや小遣いさんまでそう思ってる小遣いさんまで俺のためにこの会社は思ってるからね。でそういう、もう主観というものはそんなもん、それを露骨に表しゃそれは許さない、他人がね。だからその辺、多少その、あれだね、ぼかして行動してるわけだ。ぼかして行動してるけど内心はそうなんだから、だから人が雨降ったところの内心はみんな俺が主人公だって、お前たちはみんな奴隷、こういう考え方なんだからね。だからどこでも食い合い倒し合いっていうのが起こるんだ、この世の中ね。それがいわゆる世間っていうもんだ。ところがこれに対して本当のその自己の在り方は、人間本来としての自己の在り方はっていう、大体自己は自己として完結してるんだ。いわゆる自己はどっちに転んでも自己なんだ。自己切りの自己として完結してる。いいですか。自己切りの自己として、これ一歳分の一歳で完結してるんだからね。
そしてその一切分の一切の中身としてまた一切分の一の私も入ってんだ。一切分の一と一切分の一切とこういうこれ両極だって言ったこれ。これ両極だって言ったけれど、本当の一切分の一切として完結してるっていうことは、これ全部をひっくるめて一切分の一切。だからね、話がちょっとは底面的でないね。一切分の一と対立する一切分の一切じゃなくて、一切分の一と一切分の一切と、そういう両極をくるめてるものが一切分の一切。そうするとそういうあり方はどういうことかっていうと、つまりこっちは一切分の一としてはいつもうるうる途方に暮れてるんでしょ。それでこっちは自己因の自己として完結してる。そうするとこれはこういうこの風にね、その深まっていくんですよね。自分が自分に深まっていく、そういうあり方、自己義理の自己としてあるというのはね。というのは一切分の一切の中に一切分の一もある。そして一切分の一切という絶対事実の上にこの一切分の一の頭も働かしている。だから一切分の一切の中にあれかこれかっていう途方に暮れてる一切分の一はあれもこれもっていうか一切分の一切向かって思考する。思考してに向かうってことだ。これで深まっていく。これは自己が自己へ深まる。仏教が仏法の話が難しいのは自己のそういう話だから。このあれあの思考するってのは何か外回りに向かうわけだね。普通は。だからすぐ分かる。なんか当てがあっていくんだ。ところが仏法の話はそうでない。自己が自己に深まるって話だから、これ図にも書けないじゃない。この要するにどっちへどう転んでも仏法だ。しかしながらそこに生命の真実に向かうっていうと、この仏道中への深さ、そういうあのその針があるよね。これちょうどね、だから向かうって言っても外側へ向かってあっちっていう話じゃない。当てのある話じゃない。自己自身の中にいわば磁石の針みたいなものがあって、そしてちょっとこれいつでも自己自身の深さに向かう話ね。それが本来本発祥天然自生者だから、どっちどう転んでも生命の実物生きてる。しかしながら同時にその一切分の一の私としてはより深いその一切分の一切に向かって深まっていく、そういう、それが三世諸仏何によってか、その改めて発心修行するやつと、それは発心修行しなきゃ、そうでなきゃうろうろ途方に暮れてるだけだ。ところがそうでない、その三世諸仏っていうのは一生懸命自己自身の生命の深さに向かう、そこに自己完結してる。
まり十方仏土中にあればこそだ、十方仏土中の深さに向かう、そういうのが偶然です。もう一つ私の詩をね言うと、まあこれは私の今年の年賀状の詩なんだけど、だから見てください。この前もさ、あらかじめまだ正月来る以前にここでも年賀状の話しちゃったけど、これですね、傷ついてもそれに耐え、光に向かう草木のように自己純粋の生命力を拝みつつ、ただここ今を生き抜こうという詩ですね。結局ね、生命のないものは傷ついたらそれでもう傷なんだ、いいですね。しかしながら生命のあるものは傷ついてもそれに耐え、それを乗り越えて、俺ちょうどね、草木が光に向かう、いつでも光に向かうでしょ、そういう光に向かう草木のように自己純粋の生命力を拝みつつ、みんな自己純粋の生命力持ってんだ、その自己純粋の我々が拝むって言うとね、何を拝むのかって今の人みんな言うじゃん。しかしながらね、本当に誰でも彼でも私は自己純粋の生命力を持ってる、それを拝む、拝むって言うとね、どういうのかって、まあ形としてはこうだ、でも本当はどうなのかっていうと奇妙って、ね、拝むとは奇妙だ。我が命に帰ることだ、その本当の自己の生命の実物に帰る、これが拝む。だから例えばこの前も言ったけど、この詩はね、ガンだという人にどう言おうかという話で書いた詩だけどね、神様だ仏さんだっていうね、いう拝む方向、規制的な意味で拝む方向を持ってる人はまあそれでもいい、だけれど今の人たちに拝むなんてこと考えたこと、拝むんだったら金ぐらい金ぐらいは拝むかもしれないけど、金が通用しなくなったと、あるいは健康が通用しなくなったと、その時こそどこへ拝むのかっていうのは大切なんです。でそういう全く拝むっていうことを見失っている時代に拝む方向をはっきり言いたいために、これ自己純粋の生命力を拝みつつってことね。だからたとえがんになっても、しかしながらね、がんはがんだ、しかし自分の生命力を拝んでいるっていうことね、これ生命力っていうのはね、何か生きることばっかり考えてるから、まあ大間違い。生命ってやつはいつも言うけれど、ただ生存じゃないんだからそうじゃないんで、生命っていうのは生きてる限り死ぬのは当たり前だ、それで初めて生命、その死ぬっていうことはひっくるめての生命ですね、それを拝んでなくて、これ今の人たちは全く生存ばっかり考えてる、それがいいことかと思ってるからね。そうすると俺生きる最後は死ぬんだから、生きることだけがいいことって決めてるでしょ、で死ぬことはもう悪いこと、悲しいこと、嫌なことってもういつも決めつけてる、ところが
誰でも生きてる限り最後は死ななきゃ。そうするとなるべく蓋しにして見ないようにする悪いことっていうの、それを蓋を開けて自分が入っていかなくちゃならない。死ぬ時ね、これは奈落の底に落っこちるのは当たり前だと。でそんだから生きることだけがいいことで、生きて何だか面白いねすることだけがいいことと、こう今の人みんな決め込んでるのね。これ生存ボケだ今の時代は生存ボケの時代だ。でその生存ボケの時代、最後は誰も死んでくとなると、これ本当に奈落の底に落っこって、本当に生存だけがいいと思っている価値観が今度その時は裏目に出る。自分が悪いって決め込んでるところへこの落っこってくるんだからね。でそうじゃない、初めから生まれてくる限り、来た限りは生まれて生きて死ぬっていうね、それが生命あるもんだ。それぐらいの生命を拝んでなくちゃいけないね。でそういう生命力において今事実生きてるんだから、それを今一番そういう生命が大切だっていう唯物一情報という、ね、要するに物という言葉が出てくるのは、そういう最高価値、生死が一番仏の御命ないとね言うけれど、一番最高の大事にしなきゃならないもんなんだということで、一情報って一つの乗り物っていうの、要するにそれだけがたった一つの生命の実物。だから仏っていう、仏っていうのはね、今日本人っていうのさっきも言ったように缶詰仏教だとかね、仏っていうと奈良や京都の、お仏像ぐらい考えていいんだな、ね、他人考えだ、俺とは関係のない別物考えだ。